8番キャッチャーの西田です。マウンド上柴田はイニングまたぎです。先ほどランナーこそ出しましたがゼロに抑えました。バッターボックスはこの回先頭は2番の村松、今日3安打猛打賞。もう1本出れば3試合連続の固め打ち。もう3本出たんじゃないですか。3本で猛打賞、はい、出ましたので次4本目が出ればという形になりますが、4本に固め打ちって言うんですか。そうだと思います。すいません、はい、ちょっともう一度調べます。その裏松に対してはボール先行。松田さん、マウンド上の柴田としては、まあ、今日当たっているこのドラゴンズ打線をどう攻略していくか。ちょっとね、やっぱりボールがこうやって先行するわけですよね。こういうピッチングだとやっぱり接戦のゲームでは投げさせられないっていうね、そういう考えになりますよね。先頭の村松に対してはフォアボールを与えます。ノーアウトランナー1塁、バッターボックスはカリステです。柴田としては今日1軍昇格、大きなビハインドを背負っていますが、自分の投球を見せられるか。
スワローズとしてはそうはさせたくないというところ、まずはこの守備で一つリズムを作って9回目につなげたい、その柴田のこのマウンドです。9回裏、スワローズは1番の西川から始まる打順です。西川、丸山、校長、1、2番コンビがつないで、そして村上へと回していけるか、9回裏のスワローズ。ただ、田中さん、そのためにもこの守備でしっかりと攻撃につながるリズムをつけていきたい。そうですね。今、軽くしたボールなんて、すごくいい球なんですよね。はい、こういうような球を持ってるんですから、まあ、あとコントロールですよね。はい、ストレートは外れます。これでフルカウント。今日ドラゴンズ先発の高橋宏斗は、9回のマウンドに向かうためにキャッチボールを進めています。今シーズン初勝利を完封勝利で飾るか。ランナースタート。ここは細川は見逃しの三振に倒れました。盗塁は記録されませんでした。しかし二塁に進んだ村松です。9回でも1点を加えて6対0、リードを6点に広げています。さあ、ここから高橋宏斗が9回のマウンドへ。